大丈夫。いや今日ねめちゃめちゃ天気良くてね今散歩するんだけど、まあちょっとしたね買い物とお店をねちょっと見ていきます。今日天気いいっしょ、めちゃめちゃ、ほら建物しか見えねえや。お、綺麗だね。あにゃ、今日めちゃめちゃ天気いいぞ。うん、ただ私、なんだっけ、鼻気をつけないと。そう、アレルギー持ってっかな。あにゃ、ひどいからね。もう今結構ね、あちこち、花が咲いてるから、花粉がね、ちょっとひどいんだよね。最近、病院行かないといけなかった。こっち。超やばかったマジで。ほんで唇腫れちゃってるから、なんか唇にヒアルロン酸打ったんじゃないのみたいな顔してるから。やばかったマジで。あれ変な赤いものでボツ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 すごかったからね。で今週はねやっぱアニャさんねアレルギーひどかったから、ほんと1日すごい1週間大変でした。もうほんとに朝から病院行って。すごい、おばちゃんの糸端会議がね、あったか見えるかな。あったかくなったからおばちゃん外出た。そう、すごいね、もうあったかくなるとね、あちこちでね、おばさんのね、糸端会議が始まるからね。あらららら、怒ってるのか普通に喋ってるのか全然わからないっていうね。なんで同じ声ちょっとでかかった。そう、まだね夏まではいかないけど、まだね、ちょっとね、風がね、冷たいんだけど、もう葉っぱがね、すごい、みずみずしいっていうかね、緑色がすごいよね。あそこ花から息。ああ、息しなかった。あ、息止めてたのか。マジか。息止めてんの。マスクあんまり垂れてない。マスクはね。こっちか。あ、いや、桜の花見見たことねえの。見たことない。あれ俺と一緒に日本行った時何月だっけ。1月か。寒かったんだよな。ちょっとちっちゃい一つのだけあった。あったっけ。うん、公園で。マジで会場10月行ったことある。おあ、10月か、名古屋か。あ、全然桜の大丈夫。大丈夫かな、これから。綺麗だな、今日は天気。ペトリオチカ、ペトリオチカ、ペトリオチカ。の。おお、アボカドでーげー。家庭。めちゃめちゃ家庭。おほ。硬すぎるな。おお、ドラゴンフルーツ売ってんじゃん。すげえ。お、アプリコース。お、肉たり売ってる。美味しいけど、医者言うとまだダメ。うん。でもザクロ持ってるよ、グラナタ。うん。すごい。マンダリン。グロッシャ、リモン、お、グレープフルート。あ、ブニャッとした。やばい、うんじゃってる。そずれ言うと。ニヤニヤプリアズ。まあ、リンゴ、おい、マスタラおじな。肉たりいいね。じゃあ、トリチクこっちし。おまーりの。美味しそうなの売ってんの。うん。お、出た。何だお前。今こういうのねすごい人気あるんだよね、コーヒーマシーンね、うん、今ロシアのお店結構
なかったけど準備してたよな。今最近多い。今コーヒー飲んでいっぱい飲むかな。いやーやばそうだな、ね、これ好きなんだけどな俺。ねえねえ、マロシネプラドクテスです。ヨーグルト、イスメタナ、トゥブロークマラコ、ケフィン、ピタニア、イピチニア、うん、あピタニア、デラディティ、なんか面白いのあるぞ、変なのが。なんかね、見た目こういう風に見てもらうと分かるんだけど、日本のお菓子にねすごい似てるものね結構いっぱいあるんだよね。まあこれオレオっぽいでしょ、オレオじゃないけどオレオっぽいな、うん、味は美味しいよね。あこれオリジナルだからね。でもオレオ一つもない。うんはんね、ペチェニアとかね、うん、韓国のお酒だ。お酒コーナー。お酒半端じゃないね。あれ。いらないかな。ビリンダピータク。もうダバイワズミ。もうアルブス。バカじゃ。スイカバーみたいな色だね。のコカ・コーラなくなってね、ドーブレイっていうね、コーラになったり。まあ、普通のコーラっていうね、名前もあるけど。バイカル。めちゃめちゃ甘いんだよ、このドーブレイ。はい、で、今買ってね、外に出てるんだけど、ジュース1本と、あと惣菜パン、あとトルト、ちっちゃいタルトのね、ケーキと、あと、なんだっけ、ラフランスか、買いました。あと、猫用にね、ご飯。まあ結構ね、割引で、どれくらいだろう。200円くらいね、割引になってたから買いました。で、今ね、基本、うちらはね、猫のご飯ね、ネットでね、注文してるんだけど、なかなか来ないから、買いました。もう腹すかせてるとね、猫、ミラ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 泣いてる。で、これから、どうする？ちょっと散歩したい？普通に家帰りたい？どっち？ちょっと散歩しようか。お、ロシアの車、ラダ。ちょっとディープなね世界に入ってます。怖いんだよなちょっと。よいしょ。まあ今珍しくてね、ちょっと裏の裏ね歩いてるんだけど、ロシアのねガレージをねちょっと見つけたんだけどね、これガレージ全部ね、ここが門の入り口で奥にね扉があって、奥にもねガレージが見えるかな。そうすごいよね、新しいガレージっていうのはねほとんどないんだよね、ロシアには。こっちないかな、うん、今花が咲いてるからあそこちょっと気をつけないと。でまあ昔からあるねああいうロシアのねガレージはね、今新しいのが本当に建設されてないし、まあいうね、なんて言ったろう、ガレージがね、ほぼないから。で、目の前にもね、古いガレージあるでしょ？で、今の時代、例えばガレージとか、そういう駐車場とかじゃなくて、今はね、地下にね、掘って、その地下にね、駐車とか物置小屋がね、あったりします。こういう昔のこういうガレージとか物置小屋はね、ほぼもうないです。もう今現存してるものだけで、壊したらね、もう新しいのを作らないみたいです。見た目めちゃめちゃ古いもんね。うん。はい、で今ね、夕方になっちゃいました。まあ、なんでかっていうと、一回家に帰ってね、で、ちょっと休憩して、で、今アイスをね、買って食べてて、ちょっと見せてこれ。はい、猫のね、ご飯をとりあえずね、受け取ったんですよ。まあ、というのも、最近ね、猫のご飯、
あのお店にあんまりいいのがないから今ネットショップでね基本買ってます。うん、まあ値段はちょっとだけね高いんだけど、まあネットショップにねちょっと頼らざるを得ないので、ネットショップね結構頼ってしてますね。うん、まあ美味しいよ。寒いけどね、うん、もう今夜8時半かな、人、あ、もう9時か。すごいよね。まあこっちは住宅の方だからね、人いないんだけど、こっち公園側、すごい人が多い。で、まあこれからね、帰って、あ、まあ、アイスね、ちょっと2人で食べて、帰って、夕食にして終わりにします。はい。猫も夕食も。そうだね。猫も夕食待って。まあ、そういうことで帰ります。またね、バイバイ。バイ。